先輩。はい。先日、リアル脱出ゲーム。うん。株式会社スクラップさんのあの東京ミステリーサーカス。はい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 。あちらの方で、まあ撮影をしてきたわけですけれども、うん。いかがでしたか朝早かったね。<laughs> <laughs> 俺あの日何時に起きたか知ってるえ、何時ですか ?4 時よ。<laughs> <laughs> え、山行くでや リュックサックに。いや、もう完全なる仕事だったからね。<laughs> お弁当作て <laughs> 4時に起きて、うん、まずあの、カメラのセッティングしたでしょ。<laughs> 今日機材どうしよっかなと思って。で、まあ、カメラこの機材にして、で、レンズこうして、とかっつって。うん、で、ナノコさんの家に集合ってなってたから、うん、それまでに一応カメラテストしてた。<laughs> 今回カメラマンでね<う>先輩あの参加していただいてそうなんですよですその後4時、まあ、準備して、うん、まあ家出たら何時ぐらいかなわからん5時ぐらいかな分<ー>かんないけど、まあ、その後オレンジに到着して<う>であのキャストの奈良子さんまだ寝てたからそう演者の奈、ね、良子, <laughs> <laughs> 子さんがまだ寝てたからいや本当にねこの時間集合で、うん えー、だいたい、まあ、この時間だったら、起きて、10分、20分で準備して、えー、余裕持っていけるでしょ、っつったのに、うん、俺、七子さんついてたから、1時間半待ち。<laughs> <laughs> で、全然余裕持って到着できねえの。安定の寝坊。タイマーかけてて、タイマー鳴ってて、俺もいて起きろ、っつってんのに、 むにゃむにゃと。いやいや、1時間半は言い過ぎよ。1時間半は言い過ぎかいやいやいや、1時間は待ってよ。い。って待ってない。それは言い過ぎ。やーい。45分。うーん、35分。50分。いや、38分。1時間。増やすな。寄り添え。歩み寄れ。離れていくパターンよお互い断固として譲れ合わない。何のオークションにもならない。いや、まあね。あのとにもかくにもちょっとやっぱ。はいはい。 ま、先輩に、うん、あの、連れられて、引きずられながら。うん、はい、はい。あのー、いや、ほんとだよ。奈良子さんまだ、あのー、パジャマに、あの、三角の帽子つけたまんま。<laughs> むにゃむにゃむにゃって言 <laughs> 先輩に、<laughs> それこっちこっちって言って引っ張られて。<laughs> 地面ずりずりね。うん、眠いって言いながら、こう。<laughs> だから今あの、<俺>奈良子さん。可愛いすぎるやろ。<laughs> かわいすぎるけどでも七五三今その後遺症で足の皮ずるむけですからねいや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 ,いやだ,い <laughs> だ<ら>けに <laughs> だいぶあぜ道通ってきたのね <laughs> 塗装されて、ね、今もうあの動画は投稿されてるってことこの音声がらされてんじゃないわかんないけどそっかこのこの音声を聞いてるってことはもうあの動画は公開されているということですね <laughs> い<しょ> <laughs> ビデオメッセーかた <laughs>、まあ、くなにあの動画で足元見せなかったの奈良子さん血だらけだったからっ <laughs> 引っ張られたら引っ張られたあがいっぱいだったから <laughs> まあでもね、うん、あのいろいろ撮ってきたわけですけれどもはい、はい、カメラマンとして参加して<う>まあ先輩はあれですね多分高田健二さんと明く君と初めて初対面だったんじゃないですかうあの言うてましたよ健二が。 なわけねえだろうと思ってカメラマンなのにと思って <laughs> いや嬉しいでも俺は後悔しかないなんで緊張しすぎて、うん、カメラマンっていう立場を利用して、うん、あのケンシさんとあの目と目を合わせて喋れなかった <laughs> いやほんましょうもないな <laughs> いや確かに仕事だからと思って、うん、もう徹したのよ、うん、あの職人にはいはいはい そうすればまあさあの「どうも」っつって「おはようございます」ぐらいのカメラマンとしての挨拶があるぐらいじゃんもうだからあの本当はもっとね初めて高田健司さんに会えたからさ「いつもお世話になってます」とかんかちょっとお友達というかお近づきになれるぐらいだったらいいなと思ったけど案の定緊張してやんのやんのじゃないの俺緊張してやんの名ささんも なんていうか本当にあのその辺であのもう帰りかなって思うホストぐらいこうキラキラした鼻のある方で目ぇやさんもだから俺知ってたからさ、うん、どうかお近づきになれるかなと思ったけど俺ヘラヘラしてやんの <laughs> やんのじゃねえの目ぇやさんがさ、うん、俺がカメラ回してるでしょ、うん、で優しいからさエレベーターとか降りるときさ、うん、全部止めててくれんのよドアとかもさ 脱出ゲームのまあ車両、うん、あの行く時にドアが開くでしょ、うん、でカメラ俺回してでレンズというかあのモニターを見ながら歩いてるからさ。うん 正直ちょっと周りがあんま分かんないと、うん、でも名屋さんはこうドアをすっと開けれていてそんな気遣いをそうそうそう,そうで俺が入ったところに優しい駆動で音も入らないように優しい駆動を閉めてくれるっていうできる男すいやせんっつって俺<惑>いやいやいやあんなもう一緒にみんなでさそ<う>仲良くなるチャンスだったうなそうで奈良子さん全部終わった後にさ、うん、ご飯食べに行ったでしょ3人でいや俺も行きたかったわ行きたかった たしけないこともなかったそそううだよねなんかあのじゃあちょっと僕先行くんで」って言って先輩あの離脱して「えもうじゃあ先輩忙しいのが来てくれたんやねほんまもう感謝やね」って言って3人でご飯食べて食べ終わったあと家ポケカでも取ろうかっつって奈良子さんの家集合したらそしたらあんたものすごいゆったりしてさうちで BGM 流しながらさお茶飲んでさ。 一緒にお疲れ様ご飯いやちょっと1個だけ訂正させてあれお茶じゃなくてウイスキーどっちでもええ酒飲んどったんかウイスキー仕事終わりの一杯いけたんやんいやまあでもあのやることは本当はあったのよあの本当になんもなかったら行ったでもまあ俺は結構な素材のね量もあったしこれ早めに編集させてもら パスしなきゃいけないとか。そうそう、だからアップロードしとかないといけないなっていうのもあって、あの、その作業があるっていうのをいいことに、あの、まあ、食事はね、ちょっと、あの、抜けたんだけれども、本当はめっちゃ行きたかった。ただ、行きたかったけど、緊張しすぎて、どうにか一緒に行かない方法を考えてたところにアップロードっていうのがあったから、俺の中ですごい葛藤が生じてんのよ、あそこで。 行きたいけど行きたくないみたいなだって俺行ってもさ絶対喋らない結局どこ行ったのあれいやまあ近くのあの椿屋コーヒーであーあモーニング食べてました<わ>ここいいね椿屋コーヒーねあのね裏方なんか演者さんとなんかそんな喋ったりとかして迷惑かけたりとか、うん、そのミーハーな感じ出しちゃいけないみたいな AD のメンタルのよあ<ー> <laughs> いや、あのね、なんか、結構民放のプロデューサーさんとかで、うん、なんていうか、プライベートも芸人さんと仲良くしてますみたいな、うん、なんか演者さんと仲良くしてますみたいな、飲、うん、み行っちゃってますみたいな。うん、あちょっとプロ意識た、ね、高くないなと思うんだよねおめえは何者でもないんだからさ。やっぱそこはさ、仕, <laughs> 仕事、プライベートと仕事はさ、やっぱ線引きしてさ、もう演者さんは演者さん。うん、で、こっちはもう作り手は作り手として。作り手 なんだ、<laughs> 作り手なのね。<laughs> 裏方は裏方としてね。そこは超えちゃいけないラインがあるんだよ。あ,あ、なるほどね。そう、もう一緒にご飯食べていって、もうなあなあな関係になったら、そこではもうプロとプロの。 関係はけけないないと思ってるわどうりで先輩の自分のワイシャツ、うん、あの袖の部分をこうくくって顔の首の前のところでくくってるのを、うんうん、<laughs> こうなんかぶら下げる形にしてねあのあれワイシャツじゃなくてカーディガンだあれあのプロデューサー,ー、ね、あれ <laughs> ワイシャツああやってたらもう下肌着だぜなん <laughs> あれカーディガンなんだ、ね、カーディガンカーディガンなんだ大体 <laughs> 色付きでしょしかもあれあそうかなんか俺大体ワイシャツかと思ってた <laughs> プロデューサーワイシャツやってたら 仕事してんのそれは大学時代のインナーヒートデックの奈良子さんじゃんけワイシャツを肩結びにしてるんじゃないの、うんうん、ワイしかも肩結びにしたらもうほどけないじゃん <laughs> ワイシャツが <laughs> どういう状況なのあれはまあそうなんだ、うんまあスタジオが肌寒いからああいう感じになってんじゃないのさプロデューサー事情あんま詳しくないんだけど <laughs> いや俺も詳しくは知らないもしかしたらワイシャツかもしれない でも先輩にカメラマンやってもらってその結構プロ意識の高さで仕事してもらってうん、うん、あこれちょっと本当この場を借りてるんですけど、うん、ありがとうございます素晴らしいお仕事おいえいえありがとうございます楽しかったですよ本当,あの本当に剣士と名く、うんがいやもう先輩すごいまあなんかカメラマンなのにめっちゃボケてて面白かったし、うん、<laughs> いやボケてないですよ、ね、ボケてないっていうか真面目にやるとは逆におもろいみたいなあ<ー>だしなんか本当なん,かなんか本場の人みたいな感じでやっててすごい。 なんかプロ意識の高さに驚いてたしあと何より本当にカメラマンだだけして帰ったんあの人てかさそのパターンって七子の後輩だったら分かるんよっていうの後輩でちょっとカメラマン来てよみたいな手伝ってよみたいなあしゃって撮って帰るみたいなまだ後輩ならギリ理解できるんだけど七子の先輩でカメラマンだけして帰らされるって朝4時起きてねどううい メンタルであの人はその業務に取り組んでんのみたいな確かにね <laughs> 言っとくけどギャラも発生してないからね <laughs> それはまあいい子だしじゃないですか先輩いやでもあれいやなんかなんだろうね別に嫌な気持ちはないけどね別になんか、うん、いやだから俺あの本当発注あったら別に、うん、もう本当検視さんのホームビデオとか撮り行きますよ <laughs> 鎌倉にあのパートナーの方と一緒に旅行に行かれてましたけどあとねこれをもし聞いている高田村とかははあの新年課長とか、うん、俺と仲のいい実況者で結婚するよって人、うん、もしあの新しく結婚するよってなると、はい、あれ結婚式場に。 あのムービーねあの出会いとかのさあのお祝いムービーみたいなあれ発注するとめちゃめちゃ高いんですよそうねあれが高いんだよあれ10万とかするんじゃなかったっけ10万とか15万とかするのをヌースケ先輩1万円でやってくれますやりますここで何の影響かけてるの なんかわかんないけど<ー>この人ありとあらゆる俺の知り合いからの結婚式の時ームービーを作らせてら <laughs> <laughs> なんで受けちゃうんですか先輩断れノーと言えない日本人なんですよ俺先輩と実況取ろうって時に「うん、ごめん結婚式のムービー作ってるから」って断られたこと何度あったか <laughs> 俺ね直近の仕事だとコロナの関係で結婚式が2年遅れたって人がいるのよ、うん、その人のために総制作期間2年で <laughs> 2> <laughs> 1>, <laughs> あの1年目にあのーうん、撮,り撮って編集したんだけど、うん、2>, 2年目コロナを踏まの状況を踏まえて追追加加撮影と追加編集したからね、うん、<laughs> 民放のドラマと同じ期間で作ってんじゃないですか、ね、<laughs> しかもさあのー、その人のあのー、結婚相手の方が岐阜出身っていうので、うん、泊まりで岐阜ロケに行ったからね、うん、俺。 まあでもそのナナコナナコちゃんの動画に関しては将来的には先輩とこのオフィス N というその会社をね、うん、あのもう建てていってはい、はい、そしてそれでまあ先輩にも役員になってもらう予定なので<おー> <laughs> 先輩はもう今はちょっと一生懸命社会人で働いてるけどこれは将来的な先輩のあの利になるとなるほどねいうことを検視に説明していただからやってくれてるんだよって言って。 先輩のためなんだよっていう先輩のために先輩に朝早くにつけてもらってカメラマンの仕事でカメラマンだけやって帰らせてっていうそうそうだからこれはもう基本的に落語の師匠と弟子と同じ感覚初めは大変かもしれないけどその修行の時期があるから将来的にはちょっとああこれが理になるからあいつにやらせてるんだってそうそうそうお前が言うの違くね俺がさ俺がいいよいいよ別に 別にギャラとかもい,いやろこれ将来お前がさ後輩のお前が会社作ってる時あるだろ、うん、そうなったら俺のこういうねなんかあのやった経験もきっと生きてくるから、うん、い,いよい,いよ俺の理んなるんだから、うん、あの気にせず頼んでこいよっていう、うん、俺が言うのは分かる <laughs> お前が言うのは違ってね <laughs> あんたの理になるんだからやりなさいよあんた涼 <laughs> ずうしいわこいつ まあねちょっとあの第二第第三弾ちょっとやっぱ実写でね,そ,ねそんまたあのリアルダスゲーム他のやつも撮らせてもらえるって話だった、うん、はい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 あそうなんだそう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 ぜひぜひスクラットさんがオッケーですって言ってくださったので楽しみ普通にね<た>撮ってて楽しかったうんなのでまた別のねあのアトラクションもやるかもしれないしうん、うん、めっちゃ楽しそうだもしくは他の動画撮るかもしれないん、ね、ではいはいはいその時はぜひ皆さんには見ていただいて で、先輩には撮っていただいて。俺ってもしかして会社の役員って肩書と同時にプレイング、なんか、プレイング社員。プレイング社員。プレイング社員っていうか、プレイング役員。プレイング役員。プレイング役員って聞かないけど。役員自ら現場に行きますみたいや、そうよ。あ、そうなんだ。でも、何でもしますから先輩の編集、収録、裏方。 ね、ジム、やっぱもう、経理も、演者、すべ<ー>て先輩が、オフィス N の心臓として、<ー>もう動いてもらって、<laughs> お前が心臓になれよ、オフィス N なんだよ、いや,いやいや、俺はもう、俺、事務所の掃除もしてんだけど、毎週のように。<laughs> <laughs> 俺、つも掃除を毎週、毎週 <laughs>。清掃も俺、入ってる。<laughs> 全部自分とこで賄える仕事そうだからオフィス、N、に今新しく入りたいなっていう新卒で入りたいなって、うんうん、社会人の子をねうち、んあのー、に、うんあのー、事務所っていうか七個宅に面接受けに来るじゃないですか、うんあのー、入り口で出会った掃除してるおじちゃんめちゃめちゃ重要なポストについてる人だから <laughs> ちゃんと切した方がいいよじゃけんに扱わないようにあのモブ顔のメガネを掃除してるおじさん <laughs> めちゃめちゃ重要なポストについてる人だからあのね面接待ってるあなたの姿もちゃんと見てますからね <laughs> そのそのポジションの人だ、ね、<laughs> てか面接受けるの俺と先輩しかいないから <laughs> そうねそ面接見んの俺たちしかい,ない,からいやどんな職種でも俺が面接聞くからなそうなると本当にあでも俺さあの、うん、カメラ回しながらだったから 正直さ、謎々の部分は、ちゃんと見れてなかったし、うん、考えれてなかったのよ。なんとなく、うん、あ、こういうのをやってるんだなっていうのは。うん、実際どうだったのその謎々の部分は。な、謎々かどうかが、<laughs> 謎々ではなくない別に。<laughs> あれみんながやってたのは謎々じゃないの謎々ではないよ。な,な,謎なんだって書いてなかったんだけど。謎ね。 謎か脱出のための謎をね解き明かすっていうゲームだったわけだけど実際やってると途中収録のこととか全く意識してなくてただただ楽しかった先輩がこう撮ろうとするの邪魔って言うんだから今って言いながらさ周り見えてないの七子さんだけだった メイヤさんはカメラマンの俺のことを結構気使ってアテンドしてくれたりしつつ、うん、こうメイプレーもしてたのよ<や>ファインプレーファインプレーの数々メイヤ君めちゃめちゃ切れ者なんだよねそうめなんかさ 2>,、うん、2人っていうかケンシさんとナラゴさんがうんみたいな、うん、結構なんていうか迷ってる時間とかもあれじゃないですかみたいな感じで。 バチってそれが。なんか、しかも、二人があんまり最初、理解ができない。で、いやいやだからこうやってこうやって、こうやって、つったら、ほんまやみたいな。似てる。俺とケイシって二人で、ほんまやほんまやってめっちゃ言うそう。で、ケイシさんは、高田さんは、あの、優しくて、俺にもちゃんと振ってくれんの。あいてかなんか、俺がやってるでしょそうすると、俺をね、 面白くくしてれよ俺は比較的ポスターとかをアップでね撮ってたのよでそうするとケンシさんが「あこれ」と思ってこれはいじったら面白くなるポイントだと思って声かけしてくれてんかあのそうねそう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 すると俺も「あっと思ったか「あパスくれた」と思ったから必要以上にアップをこう撮ったりしてなんかちょっと。 ぽい感じを出したりみたいなね。で、だからそれがでも謎解き中もそんな感じだったのちゃんと俺が。見せ場をね。見せ場、俺の見せ場を作ってくれるっていう。やっぱこう回してきてる。一番、もう回し物だから。回し物だから。一世一代の大回し。大立ち回し。そう。場をね、あの時。だから、比較的、もうあの、プレイの名屋。 うん、回しの高田みたいな。俺はは、あのー、案件引っ張ってきただけ。<laughs> <laughs> こプレーの名や、回しの高田、コネの7個。コネの7個。誰がコネの7個 <laughs> じゃおい <laughs>。そういうパワーバランスでいい感じのね、3人。 ないやんか結構その全体のほんとでも回しはねン一さんがやっぱいるといないとじゃあれ大違いだなと思った普通にまあシンプルに謎解きをやっていくのであればあの淡々とねやっていくんだけどやっとそこをねなんか流れに乗せてくれるのはいやーあの人やっぱすごいなって,やっい,なっていやそうなのよ <あー S 2> やっぱ俺もねあの切れ味 のある、うん、なんかその謎解きとか、うん、あの思いっきりこう進行を引っ張っていったりとかして回していくのとか、うん、ああ俺もやっぱそういうなんかこうねあのパフォーマンスを心がけてたから、うん、結構2人とキャラかぶるなと思いながらやっええ被ってない被って,な被ってないい <laughs> どっちにもかぶってないから安心して。<laughs> 奈良子さん謎解きも中途半端だったし回しも中途半端だった <laughs> <laughs> あの電撃イライラ棒みたいに <laughs> ちょうど触れなかった2人の間をすんって入ってった <laughs> あの次回<う>先輩と高田健司と名役の3人で取ってきてもらっていいですかいい <laughs> いやあななたがいないと <laughs> 勝手に入ららなないいでくださいってなるからね<あ>アンケート7こじゃねえかコネ <laughs> の7個じゃねえかおい <laughs> すいませんお願いしてないんですけどってなっちゃうう俺メールだけで済むのよじゃあ俺の役目それ <laughs> 俺と高田さんと名屋さんで行くとお金払わないといけないから <laughs> 入場料払って他のお客さんと一緒に回らないといけないからい<や>カメラ回しちゃいけなくなっちゃうしう、ね、全然まあでもね実際そばでなんかあの リアクションの7個。ああ、まあでもそれはあったかもね。楽しんでたと思うよ。<ー>いや、すごいリアクションは良かった。へ <laughs> えー、わからへーんとか、なんで違うねーんとか、<laughs> <あ>えぇ、ー、わかんないよーとかっていう。そんな風に映ってるんです <laughs> 俺のレンズ越しにはそういう。<laughs> <laughs> やっぱカメラマンがね、こう、映<ん>るものが真の姿になってくるから。<laughs> 真実を映す鏡。俺が真実の鏡で映しとって、ヌーの鏡を通してみたら。そう。それを編集さんがそういう物語にしていくからね。そうか。ちょっと、反省しよう。いやいやい嘘嘘。反省しようって。いや、普通にでもね、やっぱバランス良かったよ、でも。なんか、お互いをみんなで補うみたいな。補い合うい補う。補い合う。補い合ってたよ、結構。 補ってたうんやっぱりさ人間ってさこう足りないところ誰しも完璧な人間っていないと思うから、うん、まあ社会を作ってね、うん、一人一人がその他の人の補っていくあ、うんうん、言っちゃったよごめんちょっと待ってごめさい。<laughs> そこミスうよ <laughs> もう、沖縄でツッコミの準備しててんから、言えちゃったわ、俺。沖縄って、沖縄 <laughs> って言う予定やったんやから、もう。つ <laughs> 森の言い方で沖縄ーって言った時のやったやかてツッコむ予定やってんから、うまくやってや、そこをいやー、ほんとうまくいかんな。んまな,な。うん。ちょっとカメラ持って帰りますわ、俺。<laughs> まあでもね本当にリアルダスゲームの中はめちゃめちゃ面白かったねえあれ俺ちょっとプライベートで行ってやりたいわうん一人で一緒行こうよ一緒行こうよそんな別に一人で行かせてないよ言ってくれるの行こうよそんないやじゃあ行ってくるよでもいやでも奈々子さん知っちゃってるじゃんねクイズをねいやあんたも知ってるでしょそういう意味で言うといやまあ俺はいい具合に知らないわあそっかまあちょうど溶けてはないから改めてあれやりたいと思ったあいいね いやっていうね、ちょっと珍しい収録、非常に楽しかったんで、先輩にはまずこの場を借りてありがとうございました。ああいやいや、ありがとうございました。思いいましたよはありがとうございます。他ある先方かある俺から、いやだからそれ、お前が言う、他あるじゃなくて、俺からありがとうございましたもうなんか変だなって感じするしな、なんか。 ないよ別にじゃあ今日この辺で、はい、ご視聴ありがとうございました <laughs> はいじゃあ本編の方もぜひ見てくださいそうですねリアルダッゲームぜひ見てくださいバイバイいつもあなたの暮らしに微笑みをチャンネル登録よろしくお願いします